さあ、もうおなじみになったかもしれません。三好明さんが作曲した東京文化会館小ホールの開演を告げるイチベルの音楽です。6月からスタートしました。オタマダミの中の新しいコーナー、東京ミーティングポイント。昨年開館55周年を迎えて、文字通り日本のクラシック音楽文化の殿堂、情報発信基地であります。東京文化会館から発信される最新の文化情報を多角的にご紹介しようという番組です。さあ今日はですね、このコーナーも作曲家で音楽学者の小室孝之さんとともにお送りいたしますなんかもったいぶっちゃったけど、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちなみに小室さん、はい、東京文化会館の思い出って山のようにあると思いますけど、はい、なぜかというとですね、何度もこちらで申し上げておりますが、はい、学生時代に3年間こちらでチケット儲けをしておりましたので、アルバイトしてたのね。もう本当に思い出が多いですね。あ、まあここでは言えないようなね、お客様同士のトラブルとかいろんなこうまあ、今だから笑える話とかいろんなこともありましたけども、まあでも本当にここはね、音楽の殿堂という名にふさわしいですね。ここまでもう今55周年とおっしゃいましたけど、はい、そのぐらいの長さがあるのに今も現役でフル稼働しているところって実は日本だと多くないんですよね。そうですね、うん、そのぐらい、うん、この前も久々に小ホール行きましたけど本当に音響いいですよね。そうですね、まあ、なんかこう伝統となんていうの、革新、はい、なんかこう同じ場所にある感じがあるじゃないですか、はいはい、そこがだからやっぱり文化会館のいいとこだなって、それはやっぱり上野ならではって感じですよね。そうですね、はいはい、ということで今日は小室さんに取材もしてきていただいて、はい、東京文化会館がこの夏、うん、行う、まあ、イベントについて取材をしてきていただきましたが、はい、さあ今日ご紹介していただくのはどんなものなんでしょうか。はい、もう事実上のボックスオフィスパート2みたいになってますけども、はい、以前からですね、実はこちら紹介しようと思ってたんですけども、折りよくですね、東京文化会館さんのこのコーナーができましたので、はい、こちらでご紹介させていただきます、はい、それはですね、ミュージックプログラム東京、ミュージックエデュケーションプログラム、うん、ミュージックワークショップフェスタ夏、はい、0歳から大人まで見つけよう、音楽で広がる新しい世界というですね、結構何日間にもわたる、ワークショップのイベントです。ワークショッププログラムなんですね、はい、はい、でこちらですね、まあ東京文化会館さんというのは結構何年も前からですね、うん、こちらのワークショッププログラムというものに力を入れてまして、今回ですね、この東京文化会館のワークショップをですね、率いているワークショップリーダーさんたちっていうのがですね、何人もいるんですけども、はい、実はですね、そのワークショップリーダーのうち2人がですね、私と同じ東京音楽大学と同じ先生の助手をやってるんですよ。あじゃあもう相棒みたいなもんですね。同僚だ。そうです、同僚です。そうですか。学年的には、ね、もともと後輩だった方の子たちなんですけども、はいはい、今同僚として働いてるので、はい、その2名にですね、それぞれ、はい、まずはこのフェスタのですね、うん、見どころ聞きどころ、どういうふうに、そもそもワークショップって何みたいな話から、はいはい、でもう一つはですね、なんで最近、まあ、東京文化会館に限らずこのワークショップってものが、うん、こんだけいろんなところで力を入れてるのか、うん、という話をですね、お二人に分けて聞いてきました。ワークショップリーダーのね、お二人ね、はい、はい、というわけでまずはですね、一、はい、人目ワークショップリーダーのお一人である磯野恵美さんにですね、はい、このミュージックワークショップフェスタ夏の、何でしょうかね、楽しみ方みたいなものをお聞きしてきました。はい、はい、では聞いてみてください。インタビューです。東京ミーティングポイント、今日はですね、東京文化会館でワークショップリーダーをされている磯野恵美さんにお話を伺いたいと思います。磯野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今度ですね、7月の13日からでしたっけ、はい、はい、東京文化会館でミュージックワークショップフェスタ夏というイベントが開催されるんですよね。はい、でこちらのイベントでまさにワークショップをリードしていく役割として磯野さんは参加されるわけですけども、そもそもワークショップっていうとなんとなく普段コンサートだけを行く人からすると馴染みがないと思うんですけど、どんな感じの雰囲気なんでしょうか。もう最初からこう会場に入っていただいた時から雰囲気作りがされていて、はいはい、うん、まあ、なんかこう入った瞬間から夢の世界のような、なんか夢の世界なんですね、はい、はいはいはい、じゃあもう全然例えば普通のコンサートみたいに開演を待つとか、ただじっと解説読んで待つとかでは全然ないんですね、そもそもは。はい、もうお部屋に入った時からその世界に入っていただいて、はいはい、もうその音楽の空気にこうなんか入っていく感じになってます。もちろんフェスタっていうだけあってもういっぱい数があるんですけども、はい、例えばどんなことをされるんですか。
中でも共通しているものがありまして、うん、例えばリズムを、リーダーがやったリズムを真似してみるとか、うんうん、一緒に歌う、うんうん、一緒に踊る、うん、それから楽器を触るっていうのは必ずどのワークショップでも入っています、うんうん、はいはいはい、はい、でもそういうのって例えば、まあ、ピアノとかそういう音楽経験がない人からするといやいや私そういうのできないって思う人もいるかと思うんですけどその辺ってどうなんですか？全然問題ないです。未経験の方でもどなたでも入っていただけるような形になってます。それはどういう感じで、だって楽譜とか読めない人もいますよね。基本的にリーダーがやったことを真似するっていうのが、なるほどなるほど、はいはい、じゃあそのお手本を示すのが磯野さんたちにワークショップリーダーなんですね。はい、はい、そうです。その真似をしていくうちに気づいたら素敵な音楽になっていくみたいな、はい、そういう感じなんですね、はい、それなんか楽しそうですね。すごい楽しいと思います。それやっぱりワークショップリーダー側も楽しいんですか？もちろんです、はい、 いいですね。すごいやっぱいつも決まったことをやるんじゃなくて、うんうん、その参加者の方の様子をちょっと見ながら、はい、例えばこんなのやってみたらどうだろうかっていうことをこう、うん、コミュニケーション取りながらやっていくので本当にその場限りでしかないっていうか、その一期一会の音楽ができると思います、うん、そういう一期一会の音楽ができた時ってきっとそのただコンサート行っていい演奏を聴くのとは全然違う楽しみだと思うんですけど、ワークショップならではの魅力って磯野さんはどんな風に考えられてますか？ですね、そのまず一期一会ってことになるんですけど、うん、本当にその場にいた人しか分からないようなこう共有した音楽、うん、はいはい、でそれ音楽ってすごい忘れないんですよね。あ、そうなんですか、はいはい、なんかお家に帰っても、うん、例えばお子さん向けのでしたらお家でも遊んでいただけるような内容だったり、あ、じゃあそのワークショップね、例えばリーダーがいるとこだけで終わるんじゃなくて、はい、それやったものが家でも、はい、またこうなんか親子でそれこそリーダーと参加してる皆さんっていう形じゃなくて、お父さんお母さんと子供っていう形でこうまた反復して遊んでいただけるようなものも、それはいいですね。じゃあ本当に子供と音楽を通したコミュニケーションをある意味お父さんお母さんからすると、まあ、学ぶ機会でもはい、そんなきっかけになってくれたらいいなと思っていつも作ってます。うん、なるほど、ありがとうございます。では今度ですね、具体的にどんなものがですね、どんな日程であるのかっていうのを、まあ、ちょっと全部紹介していくと長くなってしまうと思うので、はい、磯野さんがおすすめのそのワークショップのですね、日付と内容をご紹介いただければと思うんですが、はい、まずは、7月14日の金曜日ですね、うん、今回初めての試みなんですけれども、夜の19時からあるワンデーコーラスっていう演目なんですが、はいはい、こちらはそもそも、初めてなんですね、夜やるっていうのは。そうなんですよ。それはやっぱり普段は子供たちとか、はい、まあ、あるいは高齢の人とかも対象にすることあるんですか？そうですね、はい、でも今回そのじゃあわざわざその19時って夜に設定してあったことは、はい、どういう人を想定してるんですか？いつも、来れない方ですよね。プレミアムフライデーじゃないですけども、うん、お仕事帰り、例えば、まあ、定時でもその後でもあれですけど、お仕事帰りに、19時だったらもう間に合うかなっていう形で多分設定されたと思うんで、うん、まあ、本当にオフィスで働いている方だったり、はいはい、うん、もしくは小学校とかが終われて習い事も終わってお子さんと一緒に来られる方もいるかもしれないですね。なるほど、それもいいですね、はい、でも今さっき例えばお子さんがいて、まあ、お父さんお母さんの方の楽しさをさっきねお話しくださいましたけど、はい、じゃあそうじゃない普通の社会人が例えば一人で参加した時ってどんな魅力があるんでしょうかね、はい、まあ、もちろん人それぞれだと思うんですけど、一人でいらっしゃると多分ものすごく緊張すると思うんですよね、そうですよね、なんですが、まず入っていただいたら体を動かすことから始まって、うん、本当にリラックスした空間を作ってからリーダーが必ず始めてくれますので、はいはい、お一人の方もそれでおいて一人でこう何かするっていうよりも隣の人との関係性をどん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 築いていくような、うん、遊びを入れてくれてるので、はい、どなたでも楽しく加わっていただけるんじゃないかなと、はい、なんかものすごく音楽療法とかのようにこう効果があるとかそういうなんかこうものすごく具体的なものはないんですけれども、うんうんうん、なんかその時間をスペシャルにすることは私たちはとっても得意なので、いい時間を過ごせしていただけたらなと思ってます。ありがとうございます。もう一つぐらいなんかおすすめの公演ありますか？はい、7月15日の土曜日の午前中ですね、うん、
10時半からの回と12時からの回の森の王様のフェスタっていう演目なんですが、とこちらはルネサンスとかあとバロックの音楽を題材にしているワークショップです。あ、じゃあこっちは具体的にクラシックの曲目を使ったものなんですね。ですね、はい、やっぱり普段聞き、まあ、クラシック音楽と言っても、うんうん、あのルネサンスやバロックってどっちかっていうと触れる機会が少ないんじゃないかなと思うんですよ。そうですよね、バロック音楽だってバッハとか、まあ、ヘンデルとかすごく一部のものだけですもんね、はい、うん、なのでもうバッハやそのなんかヘンデルとかもっともっともっと昔の、うん、はい、ジョン・ダウランドの、曲を使用したりなど、やっぱちょっとその、うん、バロック以降のものとはまた違ったこう独特な響きがあると思うので、その響きにこうなんか浸っていただきながら、まあ一緒に歌ったりだとか楽器を演奏するような内容になってますね。でこのワークショップで、あとこれ言うとネタバレになっちゃうんだよな。じゃあそれは言わなくて大丈夫です。じゃあそれは来てるのは楽しみって感じですね。はい、あのストーリー展開が非常に面白くなってるので、じゃあなんか物語がついてる。ああ、それは、はい、それ言ってほしかったですね、まさしく、はい、なるほどなるほど。そうなんですよ、それを。実際だってこのチラシの写真見ると、はい、こう当時の格好みたいな感じですね。そうなんです。じゃあそのワークショップリーダーの皆さんはある意味そういう昔の人とかのなりきる感じなんですね。そうですね、王様と一応家来の芸術家っていう設定になってるので。なるほど、だから森の王様のフェスタなわけですね。はい、その王様のフェスタがどのように行われていくかっていうのをちょっと楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。今日はお忙しいところお時間取ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。なるほど、これただあの、はい、集まってこういうもんだよ楽器ってとか一緒に歌おうとかそういう単純なもんじゃないんですね。全然違うんですね。すごいなんていうかエンターテインメントとして練れてるというか、はい、今はですね、昔はそれこそですねアウトリーチとかあのそれこそワークショップ の、うん、あの日本であの出だしあの初めの頃っていうのはそういう感じだったんですけど、はい、今はもう本当に、まあ、衣装もすごく本当にプロの演劇やる感じの感じ、あのクオリティなので、はい、もう完全にもう一つのアトラクションみたいな感じ、アトラクションなんですね、みたいなものをイメージしていただくのが、うん、きっと一番近いんじゃないかなと思います。一番近いですね、はいはい、なるほどね。でそもそもですねこの、まあ、今も言ったアウトリーチ、まあ、そもそもアウトリーチって何かというと要するにコンサートホールとかその地域の文化会館にこの来てもらうんじゃなくて演奏家とか音楽家が、まあ、いるところに出かけていこうっていうのがアウトリーチなんですね、うん、はい、そのアウトリーチってものがですねもうこの十数年、日本のですね、まあ、アートマネジメントその裏方を制作しているところではもうずっとあのホットトピックなんですね、うん、でその中でですねだんだんその最初の頃は先ほども言いました演奏してあの例えば楽器の説明して、うん、まあ、最後ちょっと手拍子とか一緒に歌ってぐらいだったのがやっぱりそれだと本当に能動的な参加にはならないよねということでならない、うん、だんだん本格的なワークショップをですね、はい、まあ、例えばあのイギリスのギルドホールというところですね、はい、大学がある演劇のとか音楽の大学があるんですけども、うん、そこでプログラムを学んだりあるいは、こちらの文化会館があのこの後もちょっと話出てきますけどもポルトガルでやっている文化施設のワークショップを学んだりとかですね、うん、いろんな知見を学んで今まさに日本で、どんなワークショップっていうのがある意味日本人に一番合ってるのかっていうのを、うん、まさに模索しながら作ってる最中それをやっているのがこのワークショップリーダーたちなんですね、はい、なるほどね。それでありこの東京文化会館がやっているその、はい、フェスタことになりますよね。ワークショップ、なるほどなるほどね、はい、じゃあなんでそもそもそういうワークショップっていうものが、はい、出てきたかというとですね先ほどもちらっと言いましたけども要するにただ来てるものを待つのもあれなのでやっぱり行くことによって、うん、まあだんだん一番最初の頃はですねやっぱりホール側とかとしては、まあ、それを集客につなげようと思ってたわけで、うん、はい、でもだんだんですねこうワークショップとかそういうものを繰り返していくうちに目的一番なんだろうなそのワークショップの良さが出るのはそこじゃないんじゃないか集客につながるってことではないんじゃないかという話がだんだんですねワークショップをこうそれこそワークショップっていうものを職業にするような人が出てくるとですねちょっとだんだん変わっていったんです、はい、でその辺のですねなんでそもそもそのワークショップリーダーなんていうですねまだほとんどまあ日本としては職としても確立されてないものにチャレンジするようになったのかという話をですねもう一人のワークショップリーダーである坂本夏樹さんにお話を伺っています。ではちょっと聞いてみましょうね。坂本夏樹さんです。
東京文化会館のワークショップリーダーをされている坂本夏樹さんに今度はお話を伺いたいと思います。坂本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな肩の力入らなくていいですよ。入りませんよ。いやいや、もうだってあの坂本さんはですね、学生時代からの本当に後輩だったの で、 そうです。もう長い付き合いになるんですが、気づいたらですね、坂本さんはもともとピアノ弾きだって、いまだにですね、伴奏とかいっぱい素晴らしくこなされていると聞いておりますが、でもなんで坂本さん自身としてはそもそもワークショップというものを力を入れておこうと思われたんですか？はい、そうですね、ミュージックコミュニケーション講座っていう講座がうちの大学にはありまして、うんうん、東京学大学ですね。そうです、はい、でそこではいろんな音楽教育の勉強をできる場所だったんですね、うん、はい、でそこで私自身もさまざまなワークショップを経験しまして、うん、そこで本当にいつもは普段はあのピアノ専攻だとね弾いてることが多かったんですけれども、うんうん、誰かと一緒に音楽を作ったりだとか、うん、そういう経験をすることでなんかすごく新しい自分が見えた気がして、うんうん、でそういう空間をたくさん作れたらなって、自分もそういうのを与えられるような人になれたらなというところから、うんうん、はい、ワークショップの勉強をし始めました。なるほど。今なんでしょう、新しい気づきとか発見とか、はい、なんかそんなことをおっしゃられましたけど、坂本さんにとってそのいわゆる普通に曲を弾いたりするのと、はい、そのワークショップやるのを体験するときに何が一番そのワークショップの魅力に感じたんですか？共有できているっていうのが素直に伝わるところですかね、うん、でやっぱり伴奏者としてやってる時ももちろんお互い音楽を勉強した者同士なので、こう伝わり合うもの、音楽だけで伝わり合うものもあるんですけれども、ワークショップになるとあのそういうあの勉強してきたとかしてきてないとか年齢とかも関係なく、さまざまな人と共有できる、それがすごく素晴らしいなと思ってますね。東京文化会館のこういうワークショップリーダーというですね、ある意味立場というかっていうのはどういうふうに出会われたんですか？はい、東京文化会館では、そのワークショップ育成講座というものを2013年からやっておりまして、文化会館のワークショップはもともとポルトガルのポルトにあるカーザダムジカというところの音楽教育のメソッドを、学んでできているものなんですね。でその講座の1期生として私は受講しまして。1期生なんですね。そうです。でその際にやっぱりそのポルトガルのアーティストたちのワークショップを経験し、すごくずっと音楽でこう導かれていく、1時間のプログラムの中で音楽でこうずっと導かれていくところだったりとか、あとはあの衣装を着たりとかして色彩的にもこうすごく華やかで、なるほど、その音だけじゃなくて視覚的にもいろんな感覚が刺激されるみたいな感じですね。でストーリーがあったりだとか、あとは皆さんで演奏するところもすごくパワフル で、うん、で自分たちも体験していて、すごくそのアーティストたちに導かれるかのようにどんどんこうテンションが上がっていって、その経験がもう私自身が楽しくて、でこういうことをやりたいなと思いましたね。きっと楽しいだけじゃなくて、何かそのやりがいだとか、まあさっきもちょっとそういう話もありましたけど、実際は今までの演奏っていうものにはなかった価値っていうものをやっぱり坂本さんならでの中で見出したわけですよね。そうですね、私自身もともと一人で弾くよりも、あの誰かと共有したいっていう思いがあって伴奏の勉強したりとかもしてたんですけど、そういう人とつながるっていうことがすごく好きなんですよ。ですごく向いているなと思って、はい、そうですね。じゃあもうそれを今ある意味活動を中心されて、実はね、そういうワークショップとかをやったりするグループとしては、オトミックっていうものをやられたんですよね。はい、個人的にも活動しております。じゃあその、坂本さんは、実際その文化会館だけじゃなくて他のところもされてるわけですけども、でもその東京文化会館のやってるワークショップの魅力っていうのは、ある意味その専門家である坂本さん、いろんなものを見てる中で、東京文化会館のワークショップの一番の素晴らしいところとか、一番こうここがすごいっていうところはどこになるんでしょう？はい、そうですね、それぞれのワークショップさまざまないいところがあると思うんですけれども、東京文化会館のワークショップは
音楽ももちろんいろいろ蓄積されてプログラミングされてるんですけれども、うん、それに加えて、世界観を作っています、うん、それは衣装だったり小道具だったり、うん、ストーリーだったり、うん、そういうものがある中で、うん、皆さんと一緒に音楽を楽しむという空間を作っていて、うん、それによってやはり子どもたちはすごくその空間に入り込みやすくなって、うん、楽しみが倍増するのではないかなと。なんか例えばアトラクションに行くような感じにかなり近くなるんですかね、はいはい、そうですね。なるほど、はい、なるほど。ものによっては本当にストーリーがかっちり決まっているようなものもあるので、うんうん、それはよりそのような傾向はあると思います、うん、なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあ最後になるんですけども、まあ、これは東京文化会館に限らなくてもいいんですけども、はい、今後きっとこのワークショップ、まあ、あるいはそのアウトリーチ的なものっていうのがこのクラシック音楽日本のね業界の中でより存在感を増していくと思うんですけども、うん、そのワークショップに今後どんな可能性を感じているか坂本さん自身 こう気づきとかですね、はい、思っていることでいいので、はい、教えていただけますか。わかりました。そうですね、そうワークショップは先ほどもお話ししたように、うん、0歳から大人まで年齢も関係なければ、うん、性別とか上下関係とか何も関係なく、うん、その音楽というものを使って皆さんが一つになれるコミュニティだと思うんですね、うんうんうん、そういうものがどんどん広がっていくと、うん、音楽でいろんな人がつながっていけるような未来が作れるのではないかなと思って、そういうのを作っていきたいなと私自身目標としております。なるほど。ワークショップでいらして来てくれた瞬間と、うん、終わって帰る時の顔っていうのがもう全然違うんですね。そうですね、やっぱりリーダーとしてそれを、ね、はい、変化を見てるわけですね、はい、それが私たち自身一番嬉しいことで、やはりそういう笑顔で帰ってもらえたっていう時はやっぱ新しいコミュニティを作れたなって私自身も実感できるところなので、ぜひ一度来て感じていただけたらと思います。坂本さんもお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでお二人のワークショップリーダーの方にインタビューを収録してきていただきましたけども、はい、なるほど、一つすごくとってもよく分かったことがあって、はいはい、僕もまあワークショップ何度かいろいろやったことあるんですけども、はい、その なんていうかな、どうしても片手間っていうか、ね、例えば僕だったらラジオの仕事しながらちょっと頼まれて、はいはい、日曜日にまあ、ちょこちょこっと準備してっていう感じだったけど、はい、今やもう完全にワークショップリーダーさんがいて、ポルトガルのメソッドをちゃんと体得されていて、はい、ちゃんとスクリプトもあって、まあまあ要はちゃんと60分なら60分のエンターテインメントとして、うん、はい、もう確立してるってことなんですね。そうですね、エンターテインメントであり教育プログラムでありというものが出来上がりつつあると、うん、ね、これさらに言うとこれ自身がビジネスになって成熟していくと本当にいいですよね、うん、はい、とても素敵だと思います、ね、子どもの上層、はい、お子さんたちの上層教育にとても役に立ちつつ、そのリーダーたちがちゃんとこうそれだけで食べていけるというか、うん、今もうでもそうなりつつあるってことでしょ。そうですね、うん、まさに彼女たちが、まあ、もちろん男性もリーダーもいるんですけども、はいはい、今後ですねそういうものを日本で切り開いてくれるんじゃないかなと私は期待しております、はい、ね、ということで、今日はこの夏編になるわけですね、はい、ミュージックエディケーションプログラム、うん、ミュージックワークショップフェスタ夏ということで、はい、これ以降もですねいろんなワークショップが入っている東京文化会館の講演があるので、はい、そちらもFacebook などでご紹介させていただきますが、一つですねそのミュージックワークショップフェスタ夏について、うん、注意点が必要なのはですね、文化会館、東京文化会館の主催なんですが、会場がですね東京芸術劇場になっております、池袋になっております、ね、池袋のね、はい、そちらご注意ください、はい、で簡単に一応この概要だけご紹介させていただきますと、はい、7月13日木曜日から、最終公演が7月17日月曜日祝日ですね、13日スタート17日までってことですね、はいはい、その間に、まあ、10個のプログラム、はい、まあ、しかもそれぞれ2回やったりとかもするのでたくさん機会がございます、はい、各回ですね20名とか40名とか少ない人数なので、はい、本当に、なんだろうな、棒と見るとかじゃなくて本当に参加してできます、うん、で先ほどですね磯野さんがお勧めしてくださった2公演だけ詳しくご紹介します、はい、7月14日金曜日、こちらワークショップ4で定員40名程度なんですが、ワンデーコーラス、歌が好きな人集まれ、必要なのは歌いたい気持ちだけ、あなたもぜひ1、2次合唱隊の一員に、というわけでこちらですね金曜夜19時から、対象はですね小学生から大人までご参加いただきます。いいですね、はい、でもこれいいな、
もしかしたらワークショップリーダーっていうお仕事自体に興味が湧いてきた時にこういうのを参加してみるといいですよね。そういうことです。本当気軽にですね、料金500円でいけますので、で今もう、まあ、こういうとなんですがポルトガルのメゾンで最先端のワークショップなわけでしょ、それが実際にこう一緒に見られるわけだから、これいいですね、大人も参加できるのはね、でもう一つ7月15日土曜日ワークショップ6、こちら各回15名程度とより少ないんですが、森の王様のフェスタ、お姫様を迎えるお祭りを開こう、ほら遠い昔の歌が聞こえてきた、というわけで先ほどもおっしゃった通りですね、ルネサンスやバロックの音楽を中心にしたプログラムになっておりまして、こちらはですね10時半からのプログラムが、6ヶ月から18ヶ月の6ヶ月から18ヶ月、はい、とだから要するにそのお子さんと親御さん、親御さんですね。そして12時からの回は5歳から6歳の未就学児の親子というのをターゲットにしておりますので、ぜひですね、こちら、他のプログラムもありますので、ぜひチェックしていただければと思います、はい、ありがとうございます。ミュージックワークショップフェスタ夏っていうのがタイトルで、まあ、東京文化会館のホームページすごく分かりやすいので、ぜひご覧になっていただきたいと思いますね、はい、ということで、今日はですねボックスオフィスに引き続き東京ミーティングポイントも小室さんの取材で、取材していただいてワークショップについてお話しいただきました。あ、1曲選曲して帰ってください。はい、ですね、はい、こちらの今2番目にご紹介した森の王様のフェスタか、まあ、他のプログラムだからちょっとまだ聞けてないんですけども、今回のワークショップのプログラムの中で演奏されるですね、ヘンデルの、水上の音楽から、アラホーンパイプ、あの有名な曲ですが、こういったものを使ってですね、親しみやすく、こう体を動かしながらできるので、そういうイメージをつけるためにこちらをですね、聞きながらお別れしたいと思います、では水上の音楽からアラホーンパイプです。小室さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。東京ミーティングポイントでした。